将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容の特別編19弾を作成しました。藤井棋聖は2022年10月4日93期棋聖就位式が都内で行われました。シリーズは当時19歳だった藤井棋聖にとって10代最後のタイトル戦、研究仲間の永瀬拓矢王座の挑戦をタイトル戦で初めて受け、初戦は2度の千日手成立で指し直しの末に敗れたが、その後3連勝して2度目の防衛に成功した。さあ最後まで見てください。紋付き袴姿の藤井棋聖は第1、第2局は苦しい時間が長く自分の課題を突きつけられていることを感じた。第3局以降はそれを少しでも修正しようという気持ちで臨み、なんとか良い結果につなげられたと感じている、とシリーズを振り返った。続けて今後も自分の課題と向き合い実力を高められるように精進していきたいと思いますと決意を新たにした。式には師匠の杉本昌隆八段も駆けつけ、藤井棋聖に花束を贈呈し、弟子の勝ち負けは心配だが藤井棋聖は安心できる弟子、これからも記録を積み上げていくと思うが、ファンを魅了するような素晴らしい将棋を指していただきたいと激励した。第2局の検討の様子ですが、就位式で佐藤会長もこの対局が大きなポイントで、終盤で藤井棋聖危うしと思われた局面で3手1組の手順の歴史的な妙手が飛び出して一瞬で体を入れ替えた藤井棋聖の手順を褒めました。藤井棋聖はたくさんの贈呈品をもらいました。棋聖杯、賞金、金額は開示されていません。旧リックから100万円の着物押し立て券です。しかし藤井棋聖の着物意識は100万円では足りないようです。フジテレビから富士山系グループ宿泊券の特別賞もありましたね。記者会見での内容の一部です。見える景色については成長できてるなと思うところもあり、まだまだだと思う点もあるので、もっと実力をつけなくてはと回答した。センスの精神は新しくて生き生きとしていることで、それほど深い意味はないが、盤上において新しさを見出していけたらと説明した。永瀬王座は藤井棋聖が4段の時から声をかけていただいて非常に得るものが大きかったですし、このように引き上げてくれた方だったと思っています。20代は目標は変わらないで実力をつけることですが、過去の棋士の方を見ていると20代の半ばが充実しているので、そのようになるようにしていきたい。自分がどこまで強くなれるかに取り組んでいきたい。対局、体力面での課題を感じましたというふうなお言葉があったんですが、そのあたり、体力っていうところに関してどのように捉えておられるのか、それ以来何かそこを意識して、強化といいますか心がけてらっしゃることなどありましたら伺えたらと思います。そうですね、棋聖戦の第一局で千日手が2回あって、そうですね、かなり遅い終局になりましたし、そうですね、他で対局で順位戦などですやっぱりかなりなんだか遅い時間まで対局することになるので、やっぱりその中で、そうですね、最後までなんだか集中力を保つためにやっぱり日頃からなんだか意識して置いた方がいいのかなというふうに思っていますし、そうですね、普段からなんていうか、少しでも運動するなんていうか機会を設けるように、しています。以前からラジオ体操とかいろんな運動に関してもお話しされてこられましたが、今その普段からっていうのは何かどんな取り組みといいますか伺えたらと思います。そうですね、体操も今もやっているんですけど、そうですね、あとその最近トレーニングマットを買ったのでそれを使って運動したりしています。ということは筋力トレーニング的なことってことでしょうか。そうです、プランクとかそういうのを、やっています。藤井棋聖は運動は以前からラジオ体操をやっていましたが、最近はトレーニングマットを購入してプランクをやっているようです。プランクとは英語で
あついた、の意味、うつ伏せの状態で前腕から肘、そしてつま先を床についた体勢をキープするトレーニングです。頭から足まで板のようにまっすぐ保ち続けるのが見た目以上に難しく、腹筋など体幹を鍛えるのに効果絶大とされる。アスリートだけでなく一般にも近年注目を集めている。最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。